こんにちは、ムートン王国の岩井幸四郎です。今日は僕の自分の車の中からこのように実際に撮影しています。今日皆さんに見ていただきたいのは車の中で使える車中泊用またはアウトドア用のムートンのラグですね。このような感じ、はい。僕の車は100系のハイエースのロング、少し長いんですが、そのためのベッドなんですが、普通のワンボックスであればこのぐらいのサイズで十分ですよね。このラグがですね、横幅が約90センチです。そして縦の長さが約150センチ。このように今はこのように引いてますけど、例えば足元に引いてカーペットとしても使ってもいいと思いますし、このように横に引いてみんながこの上にこうやって座る椅子、そんな感じで使ってもいいと思いますね。またこのぐらいのサイズがあればですね、例えばですけど、このように引いてしまって実際に寝てしまう、はい、こんなように寝てしまうんですね。もうあまりこれが大きすぎると実際に扱いにくいんです、正直な話、車の中だと。だからあえて車中泊またはアウトドア、またはそうですね外のキャンプを張った時のテントの中、そのぐらいで使えるサイズ、それを作りました。あえてその車中泊仕様のムートンとして皆さんに今お伝えしています。これがですね、ムートンの素材自体が本当にクッション性もありますから、使っていくうちにだんだんもう本当に手放せなくなるんですね。これが本当に不思議なんですよ。そして車の中っていうのは意外とデコボコしてますからね、段差があって結構その揺れるとガタンガタンなって痛いんですよ。そういうのもですね、このムートンの柔らかいクッションが全部その体圧を分散して、本当に乗り心地が、スプリングがよく乗り心地が良くなりますので、ぜひこのぐらいのサイズだったらね、1枚あると本当に便利だと思います。また車の中で引いておかないときはどこでも持ち歩けますからね、このように畳んでしまえば結構小さくなります。こんな感じになってしまいますね。だから本当にね、車の中に1枚あると重宝だと思いますよ。ぜひ皆さんも使ってみてください。岩井ムートン店主の岩井幸四郎が自分の車の中から実際に皆さんにお伝えしました。ありがとうございます。